山タチオビは、軟体動物門腹足高有配目。山タチオビ科に属する陸生の巻貝で、肉食性のカタツムリの一種である。ねじれ貝カストレイプタクシデイ、または、折り足にイーデイカに入れる説もある。原産地は、アメリカ合衆国のフロリダ州、サラソータシエスタキー。殻の大きさは55から65ミリメートルほど。 肉食性の陸生害で、主に他の陸生害を餌にする性質を持つ。他の陸生害に比べて、動きが速く、陸生害を襲う肉食性の性質を表している。名前の由来は、陸や山に住むことと、殻の形状が海産種の日立帯貝に少し似た。細身であるために、この名がついたが、巻貝であるという以外に、類縁関係は遠い。世界中に移入され、 世界の侵略的外来種ワースト100に入るほどの外来種となっているアフリカマイマイの駆除のために世界中に持ち込まれている。しかし移入先の離島などには天敵に対して全く無防備の固有種かたつむりが多数存在しており、本種はアフリカマイマイよりずっと捕食しやすいそれらの固有種を狙ったので各島における陸産巻貝固有種は危機的なまでにその数を減らし、 ハワイ諸島やタヒチにおいては、かなりの数の海洋島固有種が絶滅してしまった。そういった経緯から、本種もアフリカマイマイと同様に世界の侵略的外来種ワースト100へのリスト入りを果たしている。日本でもアフリカマイマイによって、島の農作物や生態系に大被害を受けていた小笠原諸島の父島や母島に移入されたが、巨大なアフリカマイマイよりも、 ずっと小型で捕食しやすい、在来陸外を襲って捕食してしまい、むしろ、アフリカマイマイと同じか、それ以上に厄介な被害を与えてしまう、有害動物となってしまった。この経緯から、本種も、アフリカマイマイ同様日本の侵略的、外来種ワースト100に指定されている。沖縄本島や奄美大島における、ハブ退治に持ち込んだマングースが、ハブを捕食せず、代わりに、 手頃な在来生物に深刻な被害をもたらし、農作物も食い荒らす害獣となったように、本種も2006年2月1日に外来生物法により特定外来生物として有害指定を受け、現在は移入禁止となっている。なお、小笠原諸島の父島では陸生プラナリアの一種で、あるニューギニアやりがたリクーズ虫によって本種は激減したが、この陸生プラナリアによる被害は、 本種やアフリカマイマイだけでなく固有種にも及んでいる。他の多くのカタツムリやアフリカマイマイと同様に本種も寄生虫の中間宿主となるケースがあり、そのために触れた後は十分な手洗いや消毒が推奨される。アフリカマイマイは同法制定以前に植物防疫法による規制で移動が制限されているため、同法では幼虫以外来生物指定に止まっている。 ニューギニアやリガタリクーズムシも世界の侵略的外来種ワースト100特定外来生物に指定されている。ありがとうございます。